ったー、ラランキリスの進化。よし、ラクト行こう。え、これ降りていいのかな、普通に。ぴょーん。ちょっとどんなポケモンがいるのかもワクワクしてるけど。とりあえずノズパス。ノズパスめっちゃおるんだけど。俺。成長期だから強いぜ。なんか虹色つけてる。サトル。サトルさん。ノズパス。何でも倒し持ってきてんじゃん、バシバシさん。ラランキリス。待って、耳すずいない？なんか普通に嫌なんですけど、それ。待って、真昼見？やめてほしいんだけど。待って、真昼見じゃん。そんなガチ戦法してくると思わないじゃん。オッケーオッケー。よしよしよし。まだ生きるまだ生きる。頑張れ、ラランキリス。耐えろ。頑張れ。オッケー、ナイスすぎる。オッケー。そんなガチ戦法してくると思わないじゃん。この花。びっくりした、マジで。なんか今、めーって聞こえたけど。何の鳴き声？叩きつける。オッケー。この花ってこんな頭でっかちだったっけ？ミミズとかずっといるんだよな、左に。ポケモンも成長させなくっちゃ。向上心がすごいね。麻痺直し。大事だね、その向上心。泥バンコの鳴き声だったのか。俺成長期だから一晩で2センチ背が伸びたよ。待って、ノズパスめちゃくちゃおるし、なんかノズパスのリーダーみたいになってんだけど、この子。わしが率いてますって感じの貫禄がある。めっちゃいるんだけど、ノズパス。鉄壁あるんだね。マサマシン。なに、ラクドの大地は、なんか、あれなの？ノズパス地帯なの？あ、ジャランゴ？ジャランゴじゃない？この子って。かわいい。ジャラコだ。違ったわ。ジャラコってこんな可愛かったっけ？めちゃくちゃ可愛いね。行って。転校生か。あ、ごめん。ダメか、倒しちゃうか。ジャラコこんな可愛かったっけ？うわ、待って、どうしよう。見つけちゃった。一回ちょっとね、レベル高すぎて確かね、捕まえられなかったんだよね。いや、いましたね。あれ以来じゃん。なんだっけ、主かなんかって出てきた時以来。怖いんだよなこの子。うわ、捕まんない。まあ結構捕まんない。やめてー。待って、間違って電光石火しちゃった。にゃー、もったいな。ちょ、次はあれだな。次見かけたらパチパチさんってなんとか。サンドだ。パチパチさんで、まひらせて、捕まえるしかないな。ソッキー可愛いんだけど、マジで。あれでさ、合ってんのかな、これ。ここが目的地か。オッケー。早く行けって感じだけどね。バルチャー。ちょっとポケモン捕まえてから行こう。バルチャー可愛いな。
あ、待って、間違った、トグロ巻いちゃった。追い風結構なんかエフェクト控えめだな。あ、てかトグロ巻いてんだから叩きつけちゃダメだよね。やばいな、ちょっとグダグダだな。ジャラコ、え、ジャラコ可愛いんだけど、叩きつける。え、ちょっと、一発、叩きつけるの命中率エグいんだけど、うちのおてちちゃん。うわー、え、バネブめっちゃアクロバティックだった今。バネブ動かないと死んじゃうんだもんね、悲しいよね。なんかよし、落とし取り、パチパチさん、次こそ捕まえるぞ。これ手加減しないとやっちゃうな。電光石火、もうめっちゃいいよ。よし、あとはもうモンスターボール次第だな。いや、全然捕まんないじゃん。まあ結構捕まんないんだね、落とし取りって。もしかしたらプレミアボールが好きとかそういうやつかもしれない。あー、ダメか、プレミアボール好きなのかなって思ったんだけどな。スーパーボールにするか。待ってこの人全然捕まんないじゃん。ハイパーボールにしてあげるか。くそ、ムカつく。ハイパーボールでもダメなのか。ちくしょう。ハイパーボールまだ貴重だからな。全然捕まんないよ、マジで。なんか手癖悪いし。ちょっと待ってよ、やばいな。なんかもう左上のサンドが癒しなんだよね、ずっと可愛い。ちょっとムカつくんだけど。もうバチバチさん、ありがとう。でか、このでかさで威圧感をかけることで捕まってくれるみたいな。じゃあダメか、マジで捕まんないんですけど。落とし取り、にゃっとだよ。もうサンドが可愛くなかった、サンドがいなかったらもう嫌だったよ。落とし物ポケモン、胸元の袋で餌を包み巣に持ち帰る。大きな音のするものを落として喜ぶ。怖すぎるんだけど。なんか落とし取り、おどどどり。あ、でもそれだと踊り取り、え、なんだっけ、あの子と被っちゃう名前。なんか落とし取りの被害すごそうだな。サンドがめちゃくちゃ癒しだったわ、マジで。まあ、ほんと捕まんなかったな。くそー。いや、かわいすぎるな、サンド。戦っときますか。旅をさせよ。だから私は旅するの。ナナミ。あ、バルチャー、そうか、捕まえないとな。スパーク。いいね。なんか地味にめんどくさいやつ来た。うわ、偉い偉いよ、パチパチさん。センチメンタルジャーニー、
家から出ることで初めて家族の大切さとか分かったりするね。いいこと言ってるな普通に。いやサンド可愛いね。なんかサンドマジで可愛いんだけど。え、バルチャイとあの子ジャラコ捕まえたいな。あ、コジョフ。ノズパスめちゃくちゃおるね。え、待って、何この意味深な。岩の上にありますアイテムは。大量発生のウソハチを発見。確かにめっちゃいるな、ウソハチ。あ、ジャラコいた。あー、当たっちゃった。え、バルちゃんもなんか後ろでめっちゃ走ってるね。わあ、待って、強いね。あ、みんな強すぎて倒しちゃうな。バルちゃんはパチパチさんでいこう。めっちゃいいよ。だってめっちゃいいよって言ってさっきも落としてる時に全然捕まんなかったからな。頼む。うわ、バルチャイ好きになりそう。一発でクリティカル出てくれるなんて。おむつポケモンなのバルチャイってめちゃくちゃ可愛いじゃん。食べ盛りの育ち盛り、体の成長に合わせて骸骨を何度も履き替えるよ。なんかすごいチャーミングな感じで図鑑書いてるけど骸骨なんだよな。バルフォイ、バルフォイフォイ。あ、かわいい。え、結構元気なんだね、バルチャイって。なになに？北上図鑑で報酬がもらえます。音にびっくりするんだけど。わ、サンドパンもいるんだな。X。え、もう90いったの？次100。何あれ、銀の王冠かな？とりあえず、ジャラコを捕まえたいんだよね。ジャラコと、ウソハチ、これ、なんか、色違いがいたりとかするのかな？わかんないな。まあ、レッツゴーした方が、確実。めちゃくちゃいるな。わあ、サンドパンいた。え、ちょっとサンドパンめちゃくちゃ可愛いよ。え、トゲトゲ感すごいよ、ちょっと。え、可愛い。え、サンドパン可愛いね。イカ様。あ、いいんじゃない？削り。やっちゃう？これもしかして。ああ、悲しい、悲しすぎる。ああ、もう何？ノズパース。いやー、もうちょっとサンドパンちょっと悲しいな。え、めっちゃ可愛い。マジサンドめっちゃ可愛いんだけど。ま、でも、多分ね、またね、出会えるはず、サンドパン。そして、ジャラコ。ジャラコをね、とりあえず捕まえよう。いや、かわいいな、ジャラコ。イカ様。いいよ、イカ様、いいね。削りにいいね。相手のね、レベルがそんな高くないから。ねえ、待って、2連守るはちょっと困る。3連はさすがにね。え、チャラコこんな可愛かったんだな。オッケー。わっす、もう一発でゲットできるし好きになりそう。鱗ポケモン。
鱗を叩く音で仲間とコミュニケーションを取る。群れで入れたとてもうるさい。なんか苦情みたいな来てるけど。ジャラコンガ。かわいいね、ジャラコ。サンドなんか意味深にいるんだよな。あ、なんかある。なんでも直し。待て、そういえばパチパチさんがかけら持ってきてくれてた。うん、デルビル、デルビルも結構いるね。あ、ヤンヤンもいる上で。ぼーっとしてたらちょっとデルビルがね突っ込んできちゃうから。あれ、もうここって終わり？あ、終わりだ。あ、なんか待って、大量発生してる。見てみよう。あ、ミブリムだ。ちょっと覗いてみよう。何の大量発生かな。え、触らないと？これはちょっと。まあ待って、レベル高いのかな、やっぱ。39か。ちょっと、ホエルジラに、いや待って、ポチエナガにちょっと。あ、そうだよね。フェアリー入ってるから。やっぱホエルジラか。え、カメラ普通に落ちてんの？カメラめっちゃ強いからな。あ、めっちゃ強いか？いや、強いよね。強い方だよね。あれ、ピンチの時に先制できる身って何だったっけ？あれめっちゃ強いんだよな。頑丈と組み合わせるとめちゃくちゃ強いんだよな。あ、ハルクジラって。口開けてそうなの？ちょっと怖かったよ今。めっちゃいるんだけどマジで。え、待って、レントラいない？で、ここちょっとレベル高いな。あ、さっきのバグか。びっくりした。なんかハルクジラの目すげえ怖いことになってたよね。口か。さっきのちょっとあれか、違うやつ。びっくりした。めちゃくちゃ怖かったんだよね。あ、これなんかすごい戦ってるけど、そろそろゲットしないとさ、ダメだよね。一体はちょっとゲットしとこう。見えないんだけど。え、熱い尻尾めちゃくちゃ困んない？これのしかかりしとく。うわ、めちゃくちゃ完璧じゃん。ちょっと待って、ホエルジラちょっとほんと好きになりそう。いや、もう好きだけど。モンスターボール、うわ最高。一発でゲットできるんだ。うわ、ステミタックルか。でも結構のしかかり好きなんだよね。まあ、でも素早さそんな、あー、どうしよっかな。ステミタックルにしとこうか。でも今回めっちゃ役に立ったしな、のしかかり。まあ、いっか。包容ポケモン。心の通い合ったトレーナーを守るとき、最大パワーと最高エネルギーが発揮される。バブリーナ。うわ、めっちゃいい写真だったな。え、マジでめちゃくちゃいるんだけど。ここ何なの？北上六線、ありがたいわ。知る人ぞ知るパワースポット、それがありがたいわです。見ていると、なんぜだか気合が入るのです。はぁ、あ。あ、ラランテスじゃん。え、かわいい。あ、間違った。ちょっと待って。ステイステイステイ。あは。
やっちゃったよ。え、めちゃくちゃマジでいるけど。あ、いや、やっぱ歯あるな、上にも。やっぱバグじゃなかったんだ。ちょっと怖い。いや、上にもそれは歯あるよな。でも冷静に考えると、ちょっとラランテス、いやでもな、せっかくラランキリスいるから別に捕まえなくてもいいんだけどな。捕まえとくか。お手ち行くぞ。やっぱラランテスいいね。あの手をさ、鎌をこう口に当てる立ち方がすごい優雅だよね。いや、ほんとおてちの叩きつけるの当て率すごいんだけど。ラランテスのね、色違い緑、黄緑みたいな感じで可愛いんだよね、また。うー、強い。わー、捕まんないタイプ？ラランテスって。あー、めっちゃ困る。てか、トグロ巻いときゃよかったな最初。あー、めっちゃ困る。普通に困る。トグロ巻こう。やっぱ急所、今の。やべえ、つえ。ホエルジラの攻撃を耐え切ったら捕まえよう。ああ、いいよ。ちょっとかっこいいモーション。あ、待って、5つ目持ってたわ。やっちまった。怒りの粉ってなんかサポート向けじゃなかったっけ。そうだよね、やっぱダブルバトル向けなんだね、チャデスって。ダブルバトルとかなんか、あ、待って、マンキー待って。ちょっとおてちに炎のパンチかなんか覚えさせようかな。覚えさせよう。マザーマシン、また多分ね手に入るから。草分けも覚えるんだ。結構何でも覚えるな。空元気とかでもね、いいし。瓦割りとかも普通に強い。シャドウクロウも覚えるし。なんか何でもいいね。おてち。火炎放射も覚えるんだ。覚えるんだ。そんな覚えたっけ？やっぱノーマルタイプってすごいね。広いね、ほんとは、覚える技が。え、シャドウクロー覚えさせようかな。シャドウクロー覚えさせよう。叩きつけるも好きだけど、乱れ引っかき一回じゃあ、やめて。炎のパンチもちょっと覚えさせたい気もするけど、ちょっと一旦置いときますか。よし。どんどん行こう。あ、やっぱ勝てないんだ。レベル的にってこと？これめちゃくちゃレベル上がっちゃうんじゃない？これで。サーナイト修行で。アイススピナー。よし。あ、挑発いいじゃん。挑発にしとく？え、砂かけやめるか。え、ハスボここにも出るんだね。何？はぁ、来たー、ラランキリスの進化。もうラランテス捕まえなくても大丈夫だったな。いやー、やっぱいいなー。こう立ち姿がね、好きなんだよね。花かんポケモン。鮮やかな
花色を保つには手間がかかる。トレーナーの細やかさが問われるポケモン。なるほど。あーかわいい。あの藤畑のところいたね。あ、藤畑なんていうの花吹雪いいね。花吹雪好きだな。オッケー。よし、ラランテスにも進化してだいぶいい感じだよ。あ、辻斬り覚えるね。辻斬りちょっと一旦覚えさせとこうかな。そうだよね、これ隠れ特性じゃないからあれじゃないもんね。天の弱じゃないからさ、ちょっと違うんだよな。けどやっぱ迫力すごいな。サーナイト修行でね、すごいレベル上がってる今。サーナイト寝てる。あ、バレちゃった。ものすごい勢いでレベル上がってます。え、待って、マジで無限に出てくんだけどさ。ないとちょっとなんか技覚えたっぽいから、ちょっと一旦またチェック。あれ？あ、怒りの前歯いいね。ちょっと怒りの前歯覚えさせておこうかな。あ、不意打ちありだな。うちのお手地って特攻上がるんだな。ああ、やっぱ勝てないわ。ちょっと一回他の子たちのレベルも上げとこうかな、せっかくだし。いや、あのね、そうね、めちゃくちゃ早いね、やっぱり。え、なんか怒り猿出てきた。あ、待って、やっちゃうよね。あー容赦ないな。え、ほんと無限に出てくるね。大量発生ってこんなに無限に出てくるんだ。めっちゃ雨降ってきた。え、嵐なんですけど、怖いんだけど。あ、終わったっぽくない？大量発生、とうとう。あ、とうとう終わったっぽいな。え、めっちゃ嵐になってきた。何これ、神の怒り？なんかやりすぎましたあなたはみたいな。え、ニューランも入れたいな、こうなってくるとね。ちょっとやっぱ入れたいポケモン多すぎるんだよな手持ちに。ブレインも、ホエルチラね、ちょっとレベルめっちゃ上がっちゃったから、一回ちょっとブレインとかニャニャンハとかピンクローとか、ここら辺また入れてもいいね。過食光とかも入れたいな。じゃ、マニューラさん入れてみよう。マニューラじゃなかった、まだニューラだった。あ、ギガドレイン覚える。だいぶレベル上がっちゃったな。やば、神の怒りに触れてしまったかもしれない。いや、ちょっとレントラ捕まえたいな。待って、いや、かっこいいな、やっぱレントラ。トグロ巻いとこ一回。よし、電光石火。やっぱかっこいいわレントラ。
目がさ光ってるのもいいね。オッケー。眼光ポケモン。レントラーの透視能力は危険なものを発見するときとても役に立つのだ。名探偵ピカチュウの今のね新しいやつでも大活躍なんでしょう、レントラー。え、レントラーってなんかレントゲンみたいなってこと？レントラーンはシンプルシリーズになっちゃったな。わ、かっこいい。神の怒りに触れちまったな。ちょっとサーナイト倒しすぎたか。